さて、岡山県勝央町で温室で育てている桃の出荷が始まりました。露地物よりおよそ1ヶ月早い収穫です。県内で唯一温室で桃を育てている勝央町の石川さんの農場です。今日から極早生品種の花嫁の出荷が始まりました。通常の桃よりやや小ぶりで、あっさりとした甘みが特徴です。一つ一つ熟れ具合を確かめながら、今日はおよそ200個を収穫していきました。皆さんにおいしい桃を届けることができて大変喜んでおります。子供を育てる以上にも朝晩朝晩顔を見るように見ております。出荷された桃は明日岡山県の百貨店などで販売されるということです。